Hello, I'm Suda51. Yeah, 皆さん、今日はですね、バンダイナムコのカンファレンスに来てくれてありがとうございます。今日発表がありまして、僕が登場しました。今年の年頭にですね、まず日本で先行して発売したんですけども、ショートピースという、大友克洋さんがですね、プロデュースした映画があるんですけども、それの微表現版、ショートピース、Tsukigime Ranko の一番長い人、まあ、ちょっとあのタイトルも長いんですけれども、今回僕がさ関わったのはですね、まず総合監督そして脚本原作やったりとかでゲーム部分はですね、皆さんご存知だと思うんですけれども東京ジャングルというゲームがあるんですけれども、これの開発を行ったクリスピーズの、片岡さん、彼がディレクターをしました。そして今回はゲームだけじゃなくて映像もたくさんあります。要は映像とゲームが紐づいてまさに映画のショートピースのですね、第5弾というような格好になってます。そしてショートピースの作品のようにですね、Tsukigime Rankoの中にもたくさんの映像が入ってます。Rankoの中でもですね、いわゆるショートピースになっているような、そんな作品になっております。PlayStation 3で発売することになります。皆さん期待して次の情報を待ってください。また会いましょう。See you again!